世の中のすべてのもの、こと、現象は素粒子が元となって作られています。例えばあなたが今手にしている本は素粒子が集まってできたものです。今読んでいるこの文字も素粒子の集まりです。もちろんあなた自身も素粒子の集合体です。また生きているということもあなたを動かしているエネルギーも素粒子の働きによるものです。目の前に存在する、あるいは目の前に出現する物体や事象のすべては素粒子が集まり、組み合わせを変え、形を変えて作られているのです。例えるなら、それは粘土細工のようなもの。粘土は作り手の意思によって自由に様々に形を変えることができますね。素粒子の寄せ集めで作られている現実の世界もこれと同じです。あなたの現実はあなたが思うように作り変えることができるのです。こんな話をすると必ず次のような反論が出てきます。だったらなぜこれまでの私の人生はうまくいかなかったのか。散々努力して苦労してそれでもうまくいかなかったのに、そんな簡単に思い通りになるわけがないと。あなたがそう思うのはもっともです。しかしうまくいかなかったのはあなたがこの理論と方法を知らなかったからに過ぎません。料理の仕方を知らなければどんなにいい材料を揃えてもどんなに努力しても美味しい料理にならないのと同じことです。正しい方法を知らなかったからうまくできなかった、ただそれだけのことです。量子力学を知り正しい方法で実行すればその瞬間から変化が現れます。なぜそうなるのか、どうしたらそうなるのか、それはこの先をお読みいただくことにしましょう。あなたを構成している素粒子はその瞬間から変化し始めますよ。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は時間と空間を操る量子力学的習慣術という本をご紹介したいと思います。皆さんは素粒子って聞いたことがありますか？何それ、聞いたこともないという方や、なんとなく科学っぽい雰囲気はわかるけどという方、たまーに引き寄せの本で出てきたりするんだけど実はよくわかってませんという方が多いのではないでしょうか。この一見難しそうな雰囲気を醸し出している素粒子が実はとんでもない力を持っているんですって。この素粒子を取り扱う量子力学によって時間も空間も操ることができ、人生を変え世界を変えることができるんです。本書を読んだ僕が言えるのはこれ多分本当ですということ。著者は村松大輔さん。東京大学工学部卒業後、父親の会社に勤めるもうまくいかずうつ病になってしまいます。しかしその後、自分が自分を大切に扱うことを学び、うつ病を克服。さらに、大学で学んだ量子力学を生き方論にする手法をアレンジし、人生は自分発信の通りに現実化していることを突き止めます。その後設立した能力開発塾の多くの塾生が目覚ましい成果を上げることから、講演依頼が殺到、作家として多くの著書を出されるなど、活躍の場を広げています。そんな村松さんが量子力学で人生が、世界が変わる仕組みを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。量子力学とは目に見えないほど小さい世界を解明するための学問です。例えばガラスのコップがあるとします。落としたら割れてしまいますね。その破片をハンマーで叩くと細かくなります。さらに叩いていくともっと細かくなりますね。どんどん叩き続けるとサラサラの粉のようになります。ハンマーではこれより細かくできませんが、
その小さな粒の一粒一粒はさらに細かくできます。目に見えないくらいに小さくなった粒の世界が、量子の世界です。実はコップだけでなく、すべての物体はこのように小さな粒が集まってできています。私たちの体も同じです。小さな粒が集まり、人間の体という形を作っているわけです。次はその小さな粒についてお話しします。私たちの体を例にとりながら、小さな粒をどんどん細かく見ていきましょう。私たちの体は様々な細胞が集まってできています。その数、なんと37兆個。ものすごい数の細胞がうまく組み合わさって、私たちの体はできているのです。そしてこの37兆個の細胞を一つ一つ見ていくと、さらに小さな分子という粒の集まりになります。さらにこの分子を一つ一つ見ていくと、もっともっと小さな原子という粒の集まりになります。膨大な数の原子が集まって分子となり、膨大な数の分子が集まって細胞となり、膨大な数の細胞が集まって人体となっているのです。原子の中心には原子核があります。そして電子が飛び回っています。仮に一つの原子が東京ドームぐらいの大きさだとすると、原子核はその真ん中に置かれたビー玉くらいのサイズ。電子はもっと小さい玉で、それが消えたり現れたりしながら自由に飛び回っている。これが原子の世界です。このように原子の中はスカスカなのですから、私たちの体もスカスカということになります。そして原子核は陽子と中性子からできており、陽子、中性子の中にクォークがあります。このクォークと電子が物質の中で最も小さな粒です。これを素粒子と言います。粒の元なので素粒子というわけです。まずは素粒子の中でも特に面白い働きをするフォトンについて話しましょう。実はこのフォトンこそが奇跡を起こす鍵と言えるのです。フォトンとは光の素粒子のことです。光子とも呼ばれます。太陽やライトを見たときに眩しいと感じますよね。それはフォトンが目に飛び込んでくるからです。ドイツの理論生物物理学者フリッツ・アルバート・ポップ博士はこう伝えています。意識とは光だと。意識も感情も目には見えませんが、その正体はすべてフォトンだとされています。例えば私たちが嬉しいと思うと嬉しいフォトンが飛び交います。不安だと思うと不安なフォトンが飛び交います。またフォトンには粒でもあり波でもあるという性質があります。感情や意識もフォトンでできているのですから、例えば嬉しい時は嬉しいフォトンの粒と嬉しいフォトンの波が同時に出ます。あなたが発した粒や波は当然周囲にも影響します。こんな経験はないでしょうか。すごく嬉しそうにしている人とすれ違った時、思わずあなたまで嬉しい気持ちになった。これはその人が嬉しいフォトンを発していたからです。その人の粒と波があなたに伝わり、あなたはそれに同調して思わず嬉しくなったのです。あなたが嬉しい時もこれと同じことが起こります。感情はフォトンですから、嬉しいフォトンが出現し飛び交います。その粒は外に飛び出るし、波は発信されて外に広がっていきます。相手はそれを受けて嬉しい気持ちになります。これは人だけに影響するわけではありません。すべての物質や事象は素粒子でできているのですから、あなたの発したフォトンは物質や事象に影響を与えます。大ヒットした鬼滅の刃の主人公、かまど炭治郎は全集中の呼吸で鬼をやっつけていきます。実はこの全集中、フォトンの波の性質で説明できるのです。例えば集中しているとき、あなたの意識はどうなっているでしょうか。意識はフォトンでしたね。粒でもあり、波でもあります。集中しているときは、粒も波の数も多く出ています。意識の集中度が高いときと低いときを比べると、集中度の高い方が振動数が高くなります。多くのエネルギーが詰め込まれた状態です。情報も多く畳み込まれています。逆に集中度の低いときは振動数が低く、エネルギーや情報も少ない状態です。
意識が 1000Hz ならば1秒間に1000個のことを処理できるのに、 100Hz だと1秒間に100個のことしか処理できないというわけです。炭治郎たちがやっている全集中とは、意識を高めて振動数、つまり周波数を上げることだと考えれば、超人的な力が出ることも納得できます。集中度が高い時にはフォトンの振動数が高くなり、多量の粒が飛び出す。これと同じように、あなたの感情によってもフォトンの状態は変わります。例えば嬉しい時といったポジティブな感情の方が振動数は高くなります。ポジティブな周波数の波からはポジティブな物質化が起こり、ネガティブな周波数の波からはネガティブな物質化が起こります。そしてフォトンの粒の量によっても物質化の生じ方は変わってきます。例えばフォトンの粒が100粒なのか1万粒なのかで実現のしやすさが変わります。粒が多ければ多いほど実現しやすくなるのです。あなたが1万粒のポジティブなフォトンと100粒のネガティブなフォトンを出しているとしたら、ポジティブがより実現しやすくなります。逆に1万粒のネガティブなフォトンと100粒のポジティブなフォトンを出しているとしたら、ネガティブがより実現しやすくなります。この粒の量はどれだけ長時間を持っていたか、どれだけ強く思っていたかで変わります。長時間を持ったり強く思ったりするほど、フォトンの粒の量が増えていくのです。このようにフォトンの波も粒もあなたの意識によって変わります。すなわちあなたの意識こそが物質化の発信源であるというわけです。思いは実現するとか、願えば叶うとはこれまでにもよく言われてきたことですが、それは精神的なものではなく、素粒子によって作られる科学的な事象だったのです。振動数を上げると思いが現実化する、パラレルワールドの移動法。先ほど意識や感情の正体はフォトンだと言いました。フォトンには面白い特徴がありますが、その一つに意識を向けたところの確率が1に偏るというものがあります。ちょっと難しいですね。わかりやすい例で話しましょう。例えばあなたが医者になると言って、そこへ意識を向けると医者になるが実現します。え、本当？医者になりたいと思えばなれるの？はい、なれます。ただしあなたがどんなフォトンを出しているかが重要です。あなたが医者になると思っても、同時に今は遊びたいなと思っていたら、遊びたい自分が実現してしまいます。意識を向けたところの確率が1に偏るというところがミソです。これは逆に言うと、意識が分散していれば実現しないということでもあるからです。意識には頭に浮かぶ顕在意識と自覚していない潜在意識があるのはご存知ですね。この2つを比べた場合、潜在意識の方がずっと大きいので、潜在意識が実現するということが起こりやすくなります。例えば医者になると思っていても、多くの場合潜在意識には、医者になるのは難しいとか、生活のために働かねばといった意識が詰め込まれています。そして生活のために働くという潜在意識の確率が1に近いため、それが実現してしまうというわけです。目標を実現するにはフォトンの振動数も重要になります。ここではパラレルワールドの話をしながら、振動数への理解を深めていくことにしましょう。私たちの周りには無数の波が飛び交っています。私が発するフォトンの波もあるし、あなたが発するフォトンの波もあります。テレビ用やラジオ用の電波もあるし、インターネット用の電磁波もあります。そしてどの波もそれぞれ個別の周波数を持っています。例えば関東では NHK の電波は557です。日本テレビは545、フジテレビは521、テレビ朝日は539と、それぞれ周波数が違います。周波数が違うため、それぞれのテレビ局の情報を独自に流すことができます。チャンネルを1に合わせれば、557MHz の NHK の放送が映りますよね。チャンネルを変えなければ、ずっと NHK の番組が映ります。ところが、チャンネルを8にすると、521MHz のフジテレビに切り替わります。テレビの中は、
NHK の世界からフジテレビの世界へとシフトします。これがいわゆるパラレルワールドです。多数の世界が異なる周波数帯で同時に存在していて、周波数を合わせるとその世界を見たり体験したりできる。実は私たちの人生もこれと同じことが起こっているのです。例えば、あなたの周波数帯が不満ヘルツだとします。そのチャンネルを変えない限り、あなたは昨日も今日も明日もずっと不満ヘルツの世界にいることになります。でも、あなたが周波数帯を幸せヘルツに変えれば、その瞬間に幸せヘルツの世界にシフトします。今だけでなく、昨日も明日もそこにいられるようになります。あなたは合わせた振動数の世界に存在していて、そこで物質化を起こしています。自分で合わせたチャンネルなのに、それに気づきません。そこが自分の世界だと信じて疑わず、世界はその一つしかないと思っているからです。これがいわゆるパラレルワールドです。多数の世界が異なる周波数帯で同時に存在していて、周波数を合わせるとその世界にシフトします。今だけでなく、昨日も明日もそこにいられるようになります。え、過去も変わるの？はい、過去も変わってしまいます。身近な話として、親とこの問題を例として考えてみましょう。我が子にやたらと口やかましく注意するお父さんやお母さん、いますよね。このことを思えばこそ厳しくするのですが、子供からすればとてもうざい。中には、私のことを嫌いなんだと勘違いし憎しみを抱く人さえいます。でも大人になると親心が理解できる時が来ます。親は私のことを心配し成長を願いその才能を伸ばそうとしてくれていた。そんな親心が理解できるとこれまで自分に向けられた厳しさは愛情だったと気づくのです。その途端オセロの一列に並んだ黒い石が一気に白に変わるように、憎しみヘルツから愛のヘルツへとシフトしていきます。これまで抱いていた親への憎しみは、過去を含め愛へと変わっていくのです。つまり、別のパラレルワールドへと移ったわけです。このように、意識が変わった途端、あなたの世界は変わります。今だけでなく、過去も未来も変わっていきます。あなたがもし、人生がうまくいっていないと感じるなら、今あなたがいるチャンネルを変えなければなりません。今すぐ別の周波数帯へとチャンネルを合わせるのです。幸せヘルツの世界にシフトすれば、過去も未来もずっと幸せという状態になります。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。タイトルの時間と空間を操るってどういうこと？と思っていましたが、本書を読むと 200% 納得させられます。一見人生とは何の関連もなさそうな、むしろ真反対にあるような素粒子というものが、これほど人生に密接に関わっているとは思いませんでした。いや、素粒子自体が人生を作っていると言っても過言ではないんです。今まで思いとかいい気分という形でふわっと表現して、ふわっと理解していた様々なことが、ぐっとはっきりくっきりと解像度が高くなった感覚です。だからいい気分が大切だったんだ。だから願いが叶ったところを想像する必要があったんだ。と、うなずきっぱなしでした。と言いつつ、本動画では、本書のメインになる時間と空間を操る部分までは全く紹介できておらず、本当にプロローグ程度の内容だけなんです。ここから本書を読み進めると、時間と空間を操る原理がわかり、あなたも時空を超えることができると思います。本当ですよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。